6月29日土曜日午後5時55分の日本海はオフショアが背後から吹いてますね。しっかり吹いてます。海は潮が沖に流れていくのが見えます。もう湖のようにフラットですね。こちらもしっかり強めのオフショアが背後から吹いてますね。海は湖のようにフラット。この時間にまだ5、6人魚釣りしてます。本当に今日は釣り日和だった。気温は27度ぐらいです。風はしっかり、オフショア海はフラット。明日どんな感じですかね。わあ、まるでラッキードラゴンのような雲が、ネバーエンディングストーリーのラッキードラゴンみたいですね。